2005年のザ・原宿ラバーズツアーで踊る原宿ガールズ。2007年、グウェン・姉さんのネジ巻き更新曲をパフォーマンスするグウェン・ステファニーと原宿ガールズ。原宿ガールズは、グウェン・ステファニーがソロ活動として、ポップ、R&B、ダンス系の音楽に取り組んでいた時期にステージショーやミュージックビデオに起用していた日本人と、 日系アメリカ人の女性バックダンサー4人組。彼女たちは、ステファニーが、公の場所に姿を現すときに、ズインとして現れることもあった。原宿ガールズのメンバーは、ラブことマヤチの、エンジェルことジェニファーキタミュージックことリノナカソネラザラン、ベイビーことマユコ北山であった。グループ名は、東京の原宿にちなんだものである。彼女たちのステージ名は、 ステファニーの最初のソロアルバムや彼女の衣服のブランドから取られたものである。原宿ガールズは2004年にクエン・ステファニーのアルバム、ラブ、エンジェル、ミュージック、ベイビーのためのバックダンサーとして採用された。原宿ガールズはその後もしばらく、ステファニーと共に登場し続け、ホワット・ユー・ウェイティング・ォー、リッチ・ガール、ホラーバック・ガール、ラグジュリアス、クラッシュ、 グェン・ネイさんのネジ巻き更新曲、スイート・エスケープ・ナウザット・ユー・ガット・イットのミュージックビデオに出演した。ステファニーは、フライデー・ナイト・イズ・ジョナサン・ロスに出演した際、このダンサーたちを、自分の、想像上の友達と紹介した。4人のうち3人は、後にノー・ダウトの2012年のビデオ、セトル・ダウンにも出演した。原宿ガールズのステージ演技中のマヤチノ。マヤチノは、 東京で育った。3歳からバレエを習い始め、タップダンスも踊っていた。グウェン・ステファニーのバックを務める前には、大韓民国の歌手、ボアのバックダンサーをしていた。その後一時期は、ロサンゼルスに住んで、ホリプロミュージックアカデミーで、子供たちにヒップホップダンスを教えていた。また、このアカデミーのヒップホップチーム、ライズの主任インストラクター、振付師を務めていた。 ジェニファー・キタはカリフォルニア州トーランス出身の日系アメリカ人。トーランスのサウス・ファイ・スクールを卒業した後、サンディエゴに移り、サンディエゴメサ・カレッジでヒップホップを学んだ。その後、サンディエゴのダンスグループカルチャー・ショック・サンディエゴに参加して活動した2年間を経て、ヒップホップエンターテイメント集団アーバン FX に1年間加わった。確認はされていないが、 広く言われているところでは、ジェニファー・北のステージ名が、エンジェルから、リル・エンジェルに変わったのは、香水、原宿・ラバーズ・フレグランスの宣伝で、ステファニーが、リル・エンジェルとして言及したことがきっかけだという。リノナ・カソネラ・ザランは、1979年6月11日に、生まれ、沖縄県で育った。マイケル・ジャクソンや、ジャネット・ジャクソンのミュージックビデオを見て、ダンスの興味を持ち、 その動きを真似していた。19歳の時、ダンスを学ぶために、ロサンゼルスに渡った。彼女は、その後、ダンスを教える仕事を経て、女性ばかりのダンスグループである、ビートフリークスに加わり、アメリカズベストダンスクルーに出場して、準優勝した。後には、ダンス、マルチメディアのショー、セイレーン・アサシンズにクイーン・ジェイド役で出演した。かつては、ビートフリークスのマネージャーで、 ダンサーとしての同僚でもあったリー・コール、ジェイラ・ラザランと結婚していた。彼女が振り付けを担当した曲は、大韓民国の有名な男性グループであるシャイニーのデビュー曲、お姉さんは本当に可愛いや、サンソンのような君、ジュリエット、ルシファー、ハローなどの振り付けを担当し、さらに少女時代のジニー・オー・フーとスーパージュニアのノ・アザー・エフのジュ・ニュー・ギャングスタ・ボーイ。 ホットサマー、ボアのデンジャラス、コピーペーストなどに及んでいる。マユコ北山は1983年2月17日に神戸市に生まれ大阪府で育った。ニューヨークに渡って数カ所のダンススタジオに学んだ後、日本へ帰国して数年間ダンサーとして活動した。2004年に再び渡米してロサンゼルスに定住し、同年。 ブリトニー・スピアーズのザ・オニキス・ホテルツアーにバックダンサーとして参加した。2011年現在、ロサンゼルスのシャーマン・オークスに今日構えている。アジア系アメリカ人のエンターテイナーであるマーガレット・チョウは、ステファニーと原宿ガールズに対して、アジア人女性に対する否定的なステレオタイプを強化するものであるとする批判を行った。これに応じて、中曽根・ラザランは、ステファニーは、 日本のファッション文化に着想を得たのであり、自分はグループの一員であることを光栄に思っている、と述べた。蝶はブレンダー氏2006年1、2月号のインタビューで、スレファニーと原宿ガールズについて、アジア人女性に対する民族的ステレオタイプを強化するミンストレル賞だと述べている。サロン .com のライター、ミヒアンは、ステファニーの原宿ガールズについて、ステファニーは、 日本のストリートファッションのアイデアを取り上げて彼女たちを現代の芸者に仕立てたのだと述べた。ありがとうございます。